大昔東大で出た入試問題ですが、大変教育的に意味のある問題ですので、ここでちょっと解説したいと思います。もともとの問題は、こういう方程式で与えられた XY 平面上の二曲線。でその二曲線が、第一証言内にですね、えー、アルファとベータ、異なるアルファイコ、アルファ、ベータとが異なる、そういうような 共有点,点アルファベータを持つための正の定数 k の条件を求めようというそういう問題でしたでこれ直感的に考えるのは意外に、えー、大変なんですね1と2は x はちは一応入れ替えただけですから1のグラフが x とえー、っと x の場ですね k がまあ,あ負だとするとこうですかね k が正だとするとこれは正反対になって。 こういうよういよな3次関数ですねでこのような3次関数これを直線 y=x に関して対称移動した曲線が丸2でその2曲線が第一象限内にこの y=x という直線上にない共有点を持つそういう条件を求めなさいっていうことなんですがそのように幾何学的なアプローチで迫ろうとするとなかなかややこしいんですね。 で厳密な議論を展開するには連立方程式この連立方程式が第一証言内ということは x が正 y が正という範囲しかも y と x が異なるこういう条件を満足する。でがこの星という3つの条件これを満足する。 ような解を持つ実数解を持つための定数 K の条件を求めなさい。代数的には方程式の問題として考えるということですね。これは解析機関、式と図形の基本的な考え方ですね。図形を考えに、幾何学的な問題を考えるのに、代数的なアプローチをする。これはすごく楽なわけですで。厳密な議論が展開できる。ただし、方程式に関する手法をですね、生かじりというか、 半分しか理解してないと方程式の変形をするところで連立方程式を考える,でいるわけですから連立方程式を考えなきゃいけないのに連立方程式をあんまり中学校できちっと習ってません中学校では連立方程式を勉強するんですが一方の知数を消去するとかそういうやり方しか習ってないんですね例えばこの場合 y 1で表された y を x を表すこれ丸2に代入する。 とこうすると Y が消去することができますけど消去して出てくる方程式は X についての9次方程式で次数が高くてえらく面倒くさいですねその。そもそもそうやってやって Y を消去したところでこの条件を満足するということを X についての単独方程式にした時にどういう条件を満足すればいいのか考えるのはなかなかつらいわけです。で 連立方程式に関しては同値変形っていうのが非常に大事なことなんですが中学校でそこのところをさらりと飛ばしているのでそういう意味で方程式を理解する上でこの問題はとても良い例題だと思うんですね。でちょっとスペースの関係から星の条件はもう覚えておいてくださいこれはもう頭の中に記憶しておいて。で、えー、丸,一丸二を連立した方程式が。 星を満足する星の条件を満足する解を持つ正の定数 K の条件を求めなさいという問題で考えます。で連立方程式を考えるときに先ほど Y を消去するために代入法っていうのを使ったわけですが代入法以上に連立方程式の変形としてよく使われるのは加減法っていうやつですね。で加減法というのは 一方の何倍かと他方を足すとか引くとか両方とも適当に何倍かするとかやるわけですがこの場合ですね上の式を例えばあ f x y イコロってこういうふうに書いたとすると下の方程式は f の y=0 x イコールロ、xy をちょうど入れ替えた形になってるんですねこういうタイプのこういうタイプの連立方程式だっていうことですでこれすごく嬉しいんです なぜ嬉しいかというと、皆さんの中に、これ丸一、丸二とすると。一と二があったら、どうしたいか。皆さんの中には1、一足す二っていうのを考えたい人多いと思うんですね。確かに1、一足す二っていうのをやると。F. の X. Y. プラス F. の Y. X.。イコールゼロと公うう式が出てきます。この式、それなりにいいです。それなりにというのは、どういうことかというと、これは X. と Y. について、全体として対称式だということですね。 で対称式であれば x y x かける y で表すことができるでもそれ,それだけですねこれちょっと残念なんですちょっと残念でそれに対してこれ引くってこれするとすごく嬉しいなぜ嬉しいかというとこの式を作るとこの式の左辺は x と y 入れ替えると第1項は第2項に第2項は第1項に入れ替わるわけです ということは xy を入れ替えると符号が逆転します。xy を入れ替えて符号が逆転する式のことを交代式というのでした。でこの式の左辺は交代式なんです。交代式はとっても良い性質があって x と y の交代式は x-y という因数で必ず割り切れる。x-y というのを因数に持つわけです。とこれは x-y×xy の対称式という形で次数を一つ下げることができる。 とということが何も計算すするる前からからわわけですね言い換えればこのタイプのやつはどうするといいかというと1たす2っていうのを作ってやりますそうすると1たす2ってやると x たす y イコール k 倍の括弧あ失礼 x たす y より x1 引く2の方がよかったですね1引く2っていうのを作りますそうすると y 引く x イコール k 倍の x 引く y マイナス x3 乗引く y3 乗こういうふうに出てきます。で1たさっき言った1たす2の方は y プラス x イコール k 倍の x たす y マイナス x3 乗プラス y3 乗こうなるわけですね。 この式を3番4番としてやると12という連立方程式から34を導くことができますから1かつ2ならば3かつ4はこれ明らかですけれども実は逆に3かつ43と4を仮定すれば逆に1と2を導くことができます。なぜかというとう 3番というのは 1-2, これが3番ですね。で、これが4番です。ですから、丸三と丸四を連立すると、丸三と丸四を足して、丸三と丸四を足して、この式とこの式足して、両辺を2で割ると、丸一が出てくるに決まってるんですね。同様に、丸四から丸三を引いて、全体を2で割れば、丸二が出てくる。 つまり3と4を共に仮定すると1と2が出てきます。つまり連立方程式として一かつ二って考えなさいって言われたけどもう3と4を考えたら一と二同時に考えたことになる。ということはもうこのことは全部忘れていいってことですねですか。つまり与えられた問題は私たちはこの形まで変形することがこういう連立方程式の問題だって見ることができる。そして嬉しいのは 上の式が整理すると必ず x-y で割り切れる。次数が必ず一つ落ちるっていうことがもう最初から分かっているということです。実は私たちの場合ありがたいことに、この丸四の方も全体を x プラス y という因数でくくることができて、x プラス y の因数が一つ落ちるということが分かります。これ実際まあ計算してみると、○3 を全体をですね、 そうですね。例えばこれ全部こっちに移行して x マイナス y で割ることにしましょうかえー、っとこの式 A からえー、っと x マイナス y 倍のえー、っとこれ k マイナス k 倍の x の事乗プラス xy プラス y の事乗。 これを x-y 繰り出したわけですね。えっ、ー、と、これマイナスする、x-y とするとプラス1ですか。イコール0って。この丸3は、この丸3ダッシュ。こういうふうに変形することができます。えっ、ー、と、このところはもちろん k を前に出して、k は正の定数ですから、もっと話を簡単にするために、これを k を前に出してしまうと、k とすると、ここが1で、 ここがなくてここが係数1っこういうことですね。こうしてもいいですね。で、えー、同じようにしてこの丸4の方これを全体を整理してやりますと同じように係数倍の x プラス y でくって本こは1マイナス x の次乗マイナス xy プラス y の次乗で えー、マイナス K 分の1イコール0例えば丸四ダッシュとこういうふうに変形することができるで丸三と丸三ダッシュマと丸四ダッシュこれ因数分解しただけ左辺ちょっと移行して変形しただけですからもちろん同値でしたがってもうこれ忘れていいわけですねでさらにここで星の条件のことを考える、えー、X と Y は異なるってそういうものでなければならない しかも x は共に正であるというものでなければならない。そうすると、これは星の下で、条件星の下で、これらはそれぞれ、これ、イコール0ロとこれ0ですよ、x マイナス y 割って、k でもあることができて1、1マイナス x の次乗プラス xy プラス y の次乗プラス k 分の1、イコール0ロ。 それから1マイナス x の事マイナス xy プラス y の事マイナス k 分の1ゼロ0でそれぞれと同時とこういうふうに言うことができますねこれを ○32'○42' とでもしましょうかで 丸一丸二っていうのを考えてきましたけど、丸一かつ丸二と丸三かつ丸四、あるいは丸三ダッシュかつ丸四ダッシュ、あるいは丸3、2ダッシュかつ丸4、2ダッシュ。これは必要十分なわけですね。必要十分ってことは、もう前のやつは全部忘れていい。ただ、ここまで来たら、これも忘れていい。もう考えるべき方程式はこれだけだったわけです。 でこの式、もう少し見やすく整理することは簡単にできることでありまして、こちらの式は、んだ、x の次乗プラス xy プラス y の次乗が1プラス k 分の1。こちらは、x の次乗マイナス xy プラス y の次乗が1マイナス k 分の1でこうなるわけですね。じゃこれをさらに ちょっとここまでやると見,見にくくないですが丸3ダッシュこう書いたとすとまたこれを忘れていいわけです。で xy についての2つの二次方程式を連立した方程式が条件星を満足する実数解を持つという正の定数 k の条件を求めればいいということになります。 で、これ上の式も下の式も xy に関して対称式ですから、ここで x プラス y を u、x ける y を v と置くというような有名なテクニックもありますが、この式見れば露骨で、このプラスのときこうプラス、マイナスのときマイナスってこうなっている。ですから、この式は x の次乗プラス y の次乗イコール1、xy イコール k 分の1、こういうのと同値だということがわかります。 でこれはどういうことかっていうとこれを5番6番としてやると5番と6番は何なのかっていうと丸三四し ○3○3○ ですかと ○4○3○ これ二つ加えて二で割るでそうすると五式が出てくるわけですねで同じように、えー、丸三 ○3○3○○4○3○ 差を取って2で割ると下の式が出てくるわけです。でこれが5と6ですから、これがこれが5、これが6ということですから、今度は5と6から丸3丸この丸33だし丸43だしに戻ること、それはまあ最初の丸1丸2を、えー、丸1だし丸2だしにしたときと全く同じことですね。だからこれ、えー、全く同様に運べるわけで。で。 これ,もうこれとこれが同値ですからこれ忘れ忘ていいわけですね今までやってきたことは言ってみればこれを出すというための中間産業にすぎなかったわけですでその中間産業はこの成果物を得た段階でもはやもう全部過去のものはいらないわけですねで結局この二次方程式 xy の二次方程式同士の連立方程式が 第一証言に条件保守を満足する解を持つというわけですその条件を考えればいいというわけですけれどもここまできたらもう代数的に対称式で x+y を u x る y を b とでそういう対称式で議論するほかに直感的にです、ね、図形を利用してこれ原点を中心とする半径1の円いや単円のことだとでこちらは x 軸 y 軸を前近線とする直角相曲線。 でその2つが共有点を持つこれが条件星を考えると第一証言内に単位円の本当はこの部分ですね、えー、第一証言で y=x を除きますがそれと共有点を持つ。 直角双曲線、もそううい条件考えで、K の値が大きくなればなるほどぐっとこう前勤線にこう近づくそういうふうな双曲線なわけですねこれを共有点もつ一番でその限界は何かっていうとと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 ってこの点がルート2分の1ルート2分の1っていう点のはずですがこの点を直角双曲線が通るとき つまり、K 分の1が2分の1のとき。で、言い換えれば K が2のとき。で、それが限界で、K が2より大きいとなれば、K 分の1がそれよ小さくなって、いく、必ず共有点がある。そういうふうに、幾何学的に直感的に論ずることができるわけです。だから最後の形にしてみれば、してしまえば、何でもない。最初の三次曲線を Y イコール X という直線に関して折り返した、二つの三次曲線が共有点を持つってなる。 そういう条件をそのまま考えようとすると、下手すると9次方程式っていうひどい意味に合うわけですが、あ今のように連立方程式の同値変形っていう考え方を理解していれば、このようにどん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 簡単な問題に書き換えることができ、しかもここで大大大最も大切なポイントは、このように簡単な形に書き換えても元の方程式を考えているのと全く同じだっていうことですね。それは同値変形だからです。わかりますか条件、えー、星って。 第一証言であって y=x=y=x と,という条件その条件のもとで与えられた方程式はこんな簡単な方程式と同値になるでこれが解を持つ星を満足する解を持つそういう条件を考えるべきである条件星っていうのは最後まで消えないんですね。条件星のででこういうふういふに同値変形できる というわけですから、条件保守は消えませんが、最初に与えられた条件、丸一かつ丸二っていうのは、実は単に丸五かつ丸六これに書き換えて、このお問題を解けばいいんだっていうこと。それが、かその、いわば、アプリを理にというか、論理的に保障されてる。というのが、この問題の最も大切なポイントです。こういう同知変形の考え方っていうのは、あまり、えー、学校でやりませんから、ちょっと進んだ、あ 解放の技巧のように見えますが実は全ての数学全体を貫く重要な思想であるということです。